闇の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前のスポーン。はい、始まりました日刊マイクラフトの時間でございます。嘘でしょ。今回もやっていきましょう。私が AOAO です。ロボットです。本物です。いや海です。僕はやっていきましょう。とりあえず、エンチャント台だけ作っちゃおうかな。どうせ使うし。まだ。ダイヤも増えたから、作ってまえ。ちなみに、どこがいい、キックン。はい。あれ、ダイヤどこ行った？あ、おぉ！マジかよ！か？すっげえ落としたぞ、今。俺の畑が！ひどーい。俺の頭は、なんてことだ。ああ、どうしよう。薄く育ってた俺の小麦が。あれ？ダイヤどっか行ったぞ。いや、もう、ああ、俺持ってるわ、今。そう、もう加工はないとダメかも。ダイヤだけください。わしの畑がな、なんてことだ、今年はもう。かわいそう。俺、もうすげえレシピあるな。わけわかんねえぞ、ほら。剣を作ってそれをさらに強化とかできるっぽいね。いえ。これ、うわ、すげえ、攻撃力18とかだもん、これ。私はもう年貢が払えねえだよ。ダイヤモンドのレシピでなんか、ダイヤモンド5個で、スリランカネードストライカー作れる。マジかよ、かっこいい。スリランカ。なんだこれ。ちょっと作りたいけど、まだダイヤには余裕がないんだ。すまんな。すまんな、のび太。このダイヤモンドはダイ。ダイ。はい。ダイ。さあ、キックン。エンチャントテーブルを置く場所を選びな。これは置いたら、シルクタッチネットを確か開示できないんじゃなかったっけ？違うか。いいや。選びな。へへへ。じゃあね、どこが行くの？結構場所取るんだよな。そうだね。みそ地下でもいいんじゃない？地下でもいいよ。地下できてんの？ああ、ちょっと広くなってんね。地下に。地下作ってる最中。地下にしとく？そうだね。じゃあ、この上のレンガ見て真ん中ぐらいに置けるようにして。はーい。ちょっと待って、このさ、アイテムの表示のさ、意味をさ、理解したいんだけど、6.0 メリーダメージや、これ結局ダメージのことなの？え、攻撃力6が、そういうこと。え、なんだこいつ。あと6個分減るとかじゃないの？そういうこと？でもだって攻撃力がプラス5になってんだけどね。何こいつ。だから素で分と合わせて攻撃力6ってこと？お前なんか紫のやつ今まで見たことある？紫の何？紫。紫の、いや違う、敵なんだけど。いやー、紫だけじゃちょっと。宇宙戦争の宇宙人みたいなやつが。ピテ！あ？宇宙、いや、じゃあなんかこれ赤依頼みたいなやつが。いや多分強いで、そういうやつらは。だってレインボーのやつもめっちゃ強かった。やばこいつ。赤依頼みたいなのが俺の工場に。けどこいつハマってあんまり動けない。あ、倒した。松明はどこに置こうかな。緑のアルマイトインゴット。アルマイトインゴットを落としやがった。おお、いいね、さすがやね。あのなんか結構その地下の敵って資源を普通に落とすから、そいつらを狩るだけでも、結構、いい稼ぎになるらしいぞ。何にエンチャントしようかなぁ。ほら、迷うぞ。ほら、迷うぞ。ほら、迷うぞ。キックさん、キックさん、キックさん、僕、強い剣作ってもいいですか？僕、貴重な鉱石で強い剣作ってもいいですか？キックさん、あ、キックさん、どこにいるんですか？キックさん、僕、あの、ちゃんと、地下にいます。僕、ちゃんと働いてきますね。キックさん、強い鉱石で剣作ってもいいですか？それがし、それがし。それがし、デュー、デュー、デュー。デュー、デュー、デュー、いいですか？え、FBC、FBC。FBC、FBC、キックし、キックし。え、FBC 作ったらいいでござる。あ、ありがとうでござる。それがし、嬉しいでござる。デュー、デュー、デュー、デュー。早く作れ。はい。アルマイトの方がやっぱ耐久力もあって強い。だからアルマイトが一番今のところいい鉱石だと思われる。オールマイト。じゃあアルマイトは取っておいてルピーの方で作ろう。RPG してますね。
いざ突撃。なんで今更やねん。剣作ってただろ、今まで。あの筆に突撃。単純に攻撃回数を示してるのかな、これ。2500回攻撃できると思えば。ターン強い。やったー。じゃあ、早速、しょぼいけど、エンチャントしちゃいまーす。はい、アンデッドどこでした？すみませんでした。ほんと。所詮7やな。一人で何を喋ってるキノコなんかいらねえんだよ、おら。キノコ、かわいそうだろ。キノコなんて、僕、好きだわ。マイタケ食べたい。あ、キノコ。マツタケ食べたい？マイタケ。マツタケってさ、正直匂い以外はどうでもいいっていう人多くない？そうだよ。うん。俺意外と味好きなの。あれ。額縁が剥がれてるんですけど。見て、落ちた。たくみさんのせいですね。たくみさん、どんどん額縁が落ちてるんですけど。え、落ちた。そんなこんないってあんまりまともにマツタケって食ったことねえわ。丸まんま食ったことねえな、あんまり。丸まんま焼いて食べてもそんなになんかもっと美味しい食べ方ある気がするな。やっぱ多分バターで食うのがうまいと。バターでマツタケってあんま聞いたことない。あと汁物うまいぞ。まあ汁物だよね、やっぱね。松茸ご飯食べたい。食べたいよね、意外と。食べたい。松茸ご飯食ったことねえわ。嘘。マジで？いや、なんかあれでしょ、なんか、マジの松茸ご飯でしょ、言ってしまえば。その、まあまあまあ。なんかよく、普通にさ、松茸ご飯なんかについてきたりするじゃん、定食とかに。ああ。でもあれって言ってしまえば、松茸風味ご飯だったりするじゃん。そうだね。竹のお吸い物。でも俺、椎茸に松茸のなんかお吸い物でご飯炊いたらもうそれだけで満足できそう。ん？椎茸で松茸のお吸い物？そうそう。だから、キノコは、ま、あの、椎茸を使うけど、なんかあるじゃん、松茸のお吸い物的なやつ。ね、ああ、あの、粉のやつ？そう。なんかあっちでゾンビとパンプキン頭の野郎が戦ってるけど、何あれ。マジで戦うのあいつらって。ああ、パンプキン頭男は知ってる。みんなパンプキン頭男。ああ、パンプキングモじゃなくて。うん、クモじゃない。新種発見たまごっちってこと。でもこいつ友好的だわ。怖っ。たまごっち怖いんですけど、なんかこいつナノハみたいな釜持ってる。ナノハなんじゃないの。でもこいついいやつっぽいから攻撃するの気が引けるな。販売するぞ、すぐ攻撃したら。でもやっぱあれなのかね、俺らやっぱ非道だから、この世界妥協はいけないから、こいつの武器を殺してもこれダメだ。額縁置けねえ、下に。何？あ、ちげえ、こいつ普通にあれだ、下のチェスト。額縁置けなくなる。ハロウィンスピリット。じゃあ一回下壊せ。あー、ちょっと待って、こいつ、ちょっと待って、どうにかこいつ移動せ、できないかな。ちょっとお前ら手伝え、ね、こいつ上に上がらすにはどうすればいいんだ。貴重な村人みたいなのいたわ。マジで。ああ、それを今お前殺したんでしょ。殺してない、殺してない、さすがに。貴重な村人の産卵シーン。貴重な村人、しかもね、おー、ほんとだ、ほんとだじゃねえや。こいつだって、 これでいいや。あれだもん、ここ菜の花の武器も交換してもらえる。マジで。大統領、うん、すげえ。しかも現実的に意外と。露覚しようぜ、露覚。でもこいつどうやってそっちに送ればいいんだ。春の乱獲祭り。一回だから塞い島って動けないようにして、多分水を流し込めばこいつ浮いてくるから。浮いてくる。スズメスか。どこら辺にいるの。あ、家のすぐ近く。あの海岸の方。座標的には NWES どっち。S。 よし、そのまま登れ。まず登れ。おし、いいぞ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 。あとは押し込めば多分連れてかれるぞ。危ねえ、こいつ。
危うく殺すとこだったぜ。スティーブ・ワーム捕獲しておきたい。落としてるこいつ。お、こいつ勝手に入りそう。やったいい、やった入ってくれた。え、いやー、出てきたぞ。エコーかかってうなってんだけど。落ちた、落ちた。こいつ勝手に移動するから閉じ込めておけ。牢屋作れ、牢屋。え、骨と蜘蛛の目。ああ、60個揃えば、なんかもう頑張ればいけるな。そう、見たことないアイテムと交換してくれる。交換するためだけに捕獲される。やったー。この右にね、ジャックオーメンブー。何やねん、なんか喋った。ジャックオーメンブーって言ったぞ。どういうこと。ジャック・オーメン、Have you seen my head? どういうこと？こいつだから右のアイテムをどんどん矢印を押していくと他のアイテムとも交換できる。へぇ、されでも基本何？クモの目と骨が必要なの。あとは他にはカボチャとエンダーアイで、ウィザーの頭とか、ウィザーの頭と、だからエンダーアイ、これ60個必要だけど、それとやっとスケール、ナノハの武器と交換してくれる。しかもすごいこれ、多分。遠距離攻撃、なおかつ、無限だと思う。マジかよ、うん、欲しい。インフィニティアーモーって書いてある。あれ、しかもインフィニティ、ユーゼス。登れぬ、登れるぞ、ここ。壊れもしないんじゃないかな。マジかよ、いいなぁ。欲しい秘宝だ。でもウィザースケルトンの頭6個もねえぞ。いやいや、あれ貴重だね。まだ無理でしょう。まあでもこいつを連れてこれたことは本当に。なんだこれ。何この言うか。ちょっと新しいコンセプト。目覚めちゃった。あら、落ちた。なんでここ穴開いた。とうとう目覚めちゃった。待って。これもしかして隙間から落ちんじゃねえの。いや、落ちないと思うよ。落ちないよ。嘘、俺今なんで落ちた。いや、普通に開いてたもん。そこ作ってなかったんじゃない。マジで。まだ未完成だった。まあ、新しいね。じゃあ、アロマの工場を荒らしに行きまーす。アロマどこにいんだっけ。家の下。ここか。もうネザー作っちゃってもいいんじゃないの。ゲート。一回行ってみる？やる気満々ですね。いやでもめっちゃ敵強そうだな。強いでしょう。強いなんてもんじゃないぜ。探検した方が面白いのはわかるわ。な。あ、でも見つかったわ。これエメラルドかな。エメはいいんすよ、別に。こんな効率だけ求めるような作業はダメだって。お、確かに。お、我はすぐ溶岩にぶち当たるな。畜生。ああ、その先っちょの方は多分溶岩地帯にぶつかりやすいから、ちょっと奥の方行ったね。行った、行った、行った。やばいやばい、これはまずい。ここを多分掘ったら溶岩出てくるぞ。溶岩湧き出てきた。ルルルルル。溶岩は木出てきた。おおもう。あ、え？もう岩盤近くか。